どうも、星野の岡です。どうも、星野の岡です。どうも、谷口淳です。鼻緒といえば、もうことごとく物をなくしてしまう性格なんですよ。で、これは正直、悩みなんですよ、僕の。あ、悩みなの？悩みです。はい、もう今回はそんな、悩んでいる僕にぴったりの企画をね、考えてるので、はい、それをやりたいと思います。はい、題して、一週間、鼻見鼻さず小さいもの持っていられるか選手権！あ、なるほど。まあ、何種類かのね、まあ、小さきものどもをね、はい、持ってきましたので、それを、分配して、まあ、1週間後何個持っていられたかという。なるほど、わかりました。じゃあまず1つ目、はい、レベル1です。はい、石。あ、石ね。これは多分な、レベル1、レベル1やね。確かにレベル1、レベル1ですね。はい、はい、レベル2、不思議花の花の部分です。おお、はい、いや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 。はい、次レベル3、葉っぱ。葉っぱです。で、ちゃんとこれは複製可能、不可能のように顔を描いてるんでね。あ、なるほど。はがくれくんという名前です。あ、はがくれくんって、はがくれくんという名前でね、こういう、まあ、顔付きのね、いちいちぽい名前考える。はい、王でございます。マジックペンのキャップでございます。それは無理やな。レベル6はですね、はい、でねん、つまようじ。なんか描いてるし。つまようじです。で、これ複製不可能のように、これなんとですね、これ文字が書いてありまして、ようじつまもとと書いてあります。マックス定番、イヤホンの、あの、いやー、プニってするやつ。消しゴムのかけらでございます。あれぐらでございます。その辺で拾った木の実でございます。はい、次、はい、レベル11は、はい、幼児爪元でございます。何何何、爪です。誰の？俺の。いただきます。最後、はい、レベル12、こちら、はい、ノエギンの髪の毛でございます。え、やっぱもうお前ら。どうしたんすかそれ。のようににくれって言いました。きちがいすぎる。これでも一番きついと思うで。はい、これで出揃いました。はい、というわけで、くじで今から手持ちポケモンを引いていきます。じゃあ、はい、どうぞ。キムから。木の実。危ねえ。レベル10。危ねえ。ちょっとレベル10。危ねえ。はい、じゃあ俺。じゃん。すめえ。すめー、会えたー。まだ消しゴム。お、キャップ。お、葉っぱ。はがくれくん、まだでもな、あの、最難関の、最難関の、最難関のノエリンのね。さあ、穴場、大穴場は誰が引くんでしょうか。あ、ノエの髪。おめでとうございます。チャリン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 。見えてんの今、視聴者。あれぐら、不思議花、石、そういうことですね。イヤホン。ということで、はい、僕は幼児つまもと。はい、幼児つまもと。はい、ということで、以上、出揃いました。ルールなんですけども、基本的に持ち歩いてください。寝るときだけ、あの、メガネをちょっと置く感じで、まあ、置いといてもいいですけど、財布とか、ダメです。基本的に、生身でポケットにね、入れてください。まあ、というわけで、じゃあ今から1週間やっていきましょう。わかりました。というわけで、ハッダーデン！インスパイダーネクスト！さあ、今からもう始まってます。この瞬間から。はい、おい、やばい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 、消えるで消えるで、お前。そんな邪魔ありなんすか。邪魔ありな。それはもう全然なしとは言ってへんからですね。でも爪とっこいった。えっ、はい、なくしました。やばい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 。え、あった、乗ってたわ。ほうね、あぶねえ。はい、じゃあ1週間頑張ろうな、お前たち。うん、頑張る。はい、というわけで、今2日目の朝なんですけど、転校します。おうくん、はーい。あれちゃん、はーい。いっぴーくん、はーい。あれ、鼻緒のお爪くんがいない。早速ですね、なんと鼻緒の爪がなくなってしまいました。ここに入ってるはずなんですけど、いきなり2日目の朝でいきなりなくならちょっときついな。うわ、いた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 いました。よかった。というわけで、私の手持ちポケモン4体、今日も元気に4人揃っているということで、今日も無事に登校できそうです。はい、ということで、転校しまーす。転校しまーす。はい。あー、ちゃんと持ってる。えらい。あ、じゃあ、電眼くん。わー、いや、葉っぱも、葉っぱもろ。で、今日ピアノ教室でこれ撮影してるからね。はい。不思議花の花ね。つまようじ。幼児つまもと。幼児つまもとって書いてあるんですけど。ああ、はがくれくんがもうこんなになっちゃったよ。次僕、まず王将で僕のアレーグ軍曹。はーい、そのアレーグ軍曹ね。で、イヤーピースと、あと爪です。これめっちゃきついんよ、これ。当たり前やろ、これめっちゃきついんよ。え、
色付けしてこれ。あ、そういうことね。はい、この4体守り抜いてます。ちゃんと持ってるんよね、はい、俺。はい、ということで本日は3月3日ひな祭りでございます。もちろんね、あいつらも連れてきてるのでここで転校したいと思います。はい、ということで今日も元気にやっております。こいつらもめちゃめちゃ幸せそうだ。今多分3日目か4日目なんですけど、かなり愛着が湧いてきましたね、この子たちに。はい、というわけで今はですね、はい、ゆきりんの家に来てるんですけども、はいはい、じゃあ1体目出しますか。あ、じゃあ1体目出しよ。せーの、のはい、幼児様元4体、1人4体持ってる、はい、ドン、ひやぴくんね、ひやぴくん。これが不思議花の上の部分、ね、はい。これ確かにあったわ。ドン、はい、アレーグ将軍です、僕の。僕が消しゴムのカスです。消しゴムのカスちゃん。カスちゃん。高木よな。はい、じゃあラスト。はい。あ、いた。あ、よかった。いきますよ。はい。おい。汚ね。汚ねよ。お前、肌くれくよ、でも認識不可能やんけ、お前これも。あ、まだ出てきた、まだ出てきた、まだ出てきた。やだー。お前、人んち、人んち汚すな、お前。これは、あの、俺の爪です、爪。爪なんですけど、一応識別可能なように、あの、だから色塗ってるんですよ、その、だから。まあ、でも縁起良さそうだね、はい、なんか知らんけど。パリピ爪くんですね。いや、これ、葉っぱマジでポケットに入れとったら、もう絶対こうなっちゃうんよ。こうなるでしょ。はじめやでも、なんか、取れたてほやほやの新鮮な葉っぱやのに、ちゃんと乾燥するやな。君はノエリの髪の毛も持ってます。いや、じゃあお前ら3日目の夜なんで、ゆきりぬから1つじゃあなんかもらう。もらっとこうか。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。これぐらいのサイズの。じゃあゆきりぬさんから旅のお供をね、増やしていただけるということで、じゃあ、はい、お願いします。1つ目は、はい、はい、マリア様です。マリア様。これあれや、あの、これあれや、あの、糸通しで、あの、なんか、使う。違うよ。用途不明。確かに、あ、めっちゃぽい、めっちゃぽい、それ。あと、今、パッと見つけた、六角レンチ。これね、あの、なんか、付属でよくついてくるやつね。付属。俺、じゃあ、こっちもらうわ、じゃあ。じゃあ、俺、俺、マリア、俺ね。俺のマリアやから。俺のマリアやから。じゃあ、一旦、3日目終了。5体になったということで。ちょうど折り返しなんで、はい、ここからまた旅の音も続けていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで1週間ゴミ生活。違う。1週間ゴミちゃおう。1週間ゴミじゃねえよ。はい、ということで、じゃあ第1回選択希望選手、せーの。大手。はい、ということで、じゃあ第2回センター希望選手、はい、せーの、はい、はい。ちょ、待てよ。ちょ、お前早くしろって。お前新種取り扱い注意になって、マジで。これおい、イヤピー。あ、イヤピー。昨日これ、何これ、これ昨日何これ、これ。えぇ、こんなんなるんこれ、はい、怖っ。はい、じゃあということで3つ目、せーの、はい、はい、はい。アレーグ将軍。アレーグ将軍。あ、で、これが、あ、キャップね。キャップです。え、僕がこれ、あの、消しゴムのカスです。全然なくさへんや、お前ら。じゃ、いきますよ。はい。第4回、最終選択希望選手、せーの。おい、パリピズメ君。お前のは見えてないですか。うわ、いた。うわー、これやってんな、お前、これ。一心同体とかしてねえか、このぬがりの髪の毛、お前。これはありなん、これ、お前。それここまでありって花尾さんから聞いたんですけど。確かにこういう保存方法があったんだよ、お前。俺ちなみにね、昨日1個増えたんよ、パーティー。そうなんすか。せーの、ドン。ああ、これね。そう、ゆきりぬさんの家でね、調達した、あの、ちっちゃいもの。はい、というわけで、じゃあ以上、4日目が終了したと。お疲れ様です。大変です。パリピズメ君の姿がちょっと見当たらなくてですね。はい、というわけで、なんと4日目の夜にしてついに第一の犠牲者が出てしまいました。被害に遭ったのはパリピズメ君、生後4日。亡くなったのはおよそ今日の夕方から夜の間にかけて、姿をくらましたようです。
気をつけてはいたんですけども、まあ、自分の不注意でこういう風になってしまったこと、本当に申し訳なく思っております。まあ、かといってね、ここで楽しんでばかりもいられないので、残る、4人の何としても1週間守り抜いて、まだ勝ち目あると思うので、気を緩めずに、ここで絶対食い止める。やってまいったー。小さなもの、携帯きびだんご、桃太郎選手権、なんと今日で最終日となっております。はい、まず1体目出しますよ、はい、皆さん、はい、OK です。1体目、せーの、サモン。おーおーい。じゃあ、負けた人は、はい、アクセサリーにして1週間ほんまに嫌やわ。あ、3月中まで3月中ほんまに嫌やわ。じゃあ次、2体目、はい、せーの、サモン。おー、では3体目、はい、ここからね、ちょっとね、人によっては罰ゲームの、まあまあまあ、そうですね、まあまあ、うん、そうですね、はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、サモン。うわー、お前ようじつまもと追ってるやんけ、お前。ごめんなさい。新幹線で東京から大阪に帰ってくるときにですね、うん、チクッてここに刺さってパキッと音がしました。てかこれ効かない。何それ効かなこれ。おい、これチャージちゃうんけお前。これ本物ですよ。なんでこれ、当初俺黄緑に戻したはずだけど俺。じゃあお前これアウトです。いやいやいや、ワンアウトです。いや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 、おかしいなこれ。はい、はい、じゃあ4体目いきましょうか。はい、じゃあ行きます。はい、4体目、サーモン。ちょっと待って、やばっ。いや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 、これはダメでしょ。子供の工作とかである、なんかあの貝殻アートみたいな感じ。ちょっと待ってな、なにこれ、なんだっけ、なんかこれ綺麗くない。なんかこれ1日目とさ比較した画像ちょっとちょうだい。これそれ次第やわ。あなた、さては今これ爪作ったな、お前。されでした。いや、もうさ、いや、俺さ、ほんまはもう、ないんよ。まあ、いや、まあ、確かに。消えてるねん。やっぱり。そりゃそうみたいな。そりゃそう、そりゃそうみたいな。ほんまにそら、そりゃそう、そりゃそう。いや、これ残してんのやろ。これやばくない？ノエリンの髪の毛。もう執念じゃない、これ。すごくね。やっぱりいいや。え、怖っ。かがくれくんは、これもうさ、分散手法を用いてるからさ、これだってお札にしたら、これもう使えないお札ですから、ね。あ、確かに確かに。っていうわけで、これはまあ、アウトです。でもな、これ複製したってやつやばくない？逃れようとしてたよ。俺らが咎めてなかったら逃れようとしてた。はい。これに関しては、はい、俺も、これ悪かった。じゃあ終わろっか。これ悪かった。よし、よし、勝った。勝利した。いや、まあ残ってる。よしよしよし、もうやめ、もうやめ。もうやめ。じゃあ、最後。いきますよ。はい。答え目。はい。サモン！サモン！うわー！花見発達図書が4月上旬に発売されまーす！数学で悩みを解決する新感覚の本になっています。ネット予約始まってるので、概要欄からチェックしてねー！予約してなー！買ってねー。お前ボビンどこ行った？ボビン。これ全部ね、僕が悪いんじゃなくてね、マコってやつが悪いんですよ。全部マジで。マジで。昨日ね、あいつに呼ばれたんですよ。うん、じゃあなんか今日朝マコから LINE 来て、うん、これって忘れ物ですかっていう。今あるんでしょ？ある。俺ら。そう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 。マコって忘れない。ボビンじゃないし。俺らボビンじゃない。俺らボビンって呼んでる。ボビンじゃない。でもでもさ、俺忘れてたのも100ペースでいいわ。え、あなたは？いや、さっきはだったけど、消えた。はぁ？そんなことある？え？あ、あった！イエーイ！ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あの瞬間で持ってなかったってとこ評価してほしい、みんな。じゃあ、マイナス 0.5。はい。同点です、今。どうやって決めようか。どうやって決めようかな、これ。どうやって決めようかな、これ。代表手持ちポケモン1体で、はいはい、この机でやろう。デコピンゲームやろ。あ、わかった。それを落とした方が、いや、もう、勝ち。やばすぎ、そのゲーム。最初はグーじゃんけん、はい、よし、はい、行きます。うえーちょっと待って、うえーこれ何が楽しい、行くぜ。はいはい、
いやいやいや結構いった、結構攻めた、結構攻めた。あーよっしゃーよっしゃーあ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 ーハロー、アクセルが決まりました。何この動画、ちょっと待って、この動画さ、なんてタイトルこれ。この動画、クソ嬉しい。はい、ということで、3月いっぱいで、ね、こいつだと俺は引き続き旅に出たいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。